こんにちは、まさみです。今回は上手くなるために今すぐ辞める習慣10選ということで、実際にねこれはあるあるやなっていう、初心者の人とか APEX から始めた人とかが陥りがちな習慣っていうのを、10個ね用意したんで、それについて話していこうと思います。よろしくお願いします。1つ目ですね、これ APEX から FPS 始めた人っていうのにすごく多くて、逆に他の FPS から始めたって人には割合的には減るかなっていう習慣なんですけど、これ分かります？今の僕がやってる行動分かるかな？あーみたいな。で、これ何が言いたいかっていうと、下を見て走ってるんですよね。こう物資があるところにカーソルがある。もちろんバトロワーである程度物資を集めてから戦うゲームやから、こう物資を漁るのに慣れすぎてて下向いちゃってるんですよね。これがさ、物資がいっぱい落ちる室内とかやったらさまだいいし、室内とかやったら足音聞こえて、あ敵来るなって言ってこう上向けるけど、例えばワールズエッジとかこう平地とかいっぱいあるやん。平地とかをこう走ってる人、こういう風にで、平地とかもまっすぐ見て走ってると武器が邪魔で、こう右が若干見づらかったりするから、こうやってる人マジで多いんよね。これマジでやめといた方がいい。でそれがなんでかっていうと、さっき一瞬見せたけど、こうやって敵がねここいるとするじゃないですか。でこう走ってる時に、あ見ました、見つけましたって時に、こういう斜め入力しないといけないよ。最近キーマウで俺バロランツとかやってるか分かるけど、キーマウの人もパッドの人も、斜め入力ってめっちゃ難しいやん。斜めの敵にこうフリックするの、スティックもさ絶対横だけ合わせる方が絶対楽やん。わざわざこうやって斜めにこうやって合わすのすごい難しいから、できるだけこれは横だけに合わせるようにしよう。高さっていうのはこれぐらいの、常に敵と同じ高さ、胸とか頭ら辺に合わせて走りましょう。それがこういう高所なんやったら、出てきそうなところら辺に向けてこうやって走る。だ地面からある程度高さを作りましょう。でマジでこの APEX っていうゲームは体力多くて、死ににくいから、ちょっと最初に被弾してもいいやっていう人もおると思うんけど、もうみんなエイムめっちゃいいし、もう2年も経ってるから、やっぱ初弾を当てた方が多分勝率圧倒的に違うんよね。で最初からヘッドショットなんか当てられるようなもんなら、ヘッドショット食らった時ってめっちゃこう跳ね上がるんよ。リコイル倍とかになるよね、その瞬間だけ。しかもこう撃たれてこう弾が当たってる間っていうのはすごい移動速度が遅くなるんよ、走っててもね。だからマジで初弾当てた方が、当てるから敵と遭遇した時にしっかりすぐに合わせれるようにね、前を向いて走りましょう。上手い人は大体ね、マジ下向いて走ってる人全然おらんと思うわ。1個目ね。これが2つ目。これはね、ちょっと説明するだけやけど、バッグとかアタッチメントとかバッグの中身とかにすごい固執する人。例えばさ、今のこの状況でさ、あとセル3つ欲しい、あと注射器1個欲しい、弾あとちょっと欲しい、バッテリーあと1個足りてないとか、すっごい気持ちはわかるけど、これでフェニキがなかろうが、メディキットがなかろうが、ちょっとバック2つ空いてようが、戦えるから、それでも。なんていうの、俺のさ、大体のいつもの構成って、これでフルあるような感じがさ、俺の中の、バックが、これぐらい自分のがあるとすごい、いいっていうのは覚えとくのはすっごい大事なことやけど、もうみんなある程度できてると思うから、注射器12個とか持ってる人もおるよ。それは先にバッグの中身を自分で確認しましょう、整理しましょうっていうのがすごい大事やねんけど、どんどん上手くなってくるにつれて、もうそのバッグの中身にこだわりすぎない、俺やったら例えばこれが120発あってバッテリー1本あって投げ物2つあったらいいかなっていう感じかな。こんだけやったら戦えるよ。1部隊1人で毎回3人倒さなあかん場面やったらちょっときついかもしらんけど、これぐらいで全然足りるから、バッグが白とかね。でこれアタッチメントも今さゴリゴリのついてるけどさ、大事なのは拡張マガジンと一部のこのバレルぐらいかな。あとサイト、ストックとかもあるとすっごい早くなって便利やけど、大事なのは拡張マガジンかな、一番は。ならよくあるねんけど、拡張マガジンで俺は武器選んだりしてる。その時に紫で落ちてる拡張マガジンで、上手い人は大体そうやと思う。拡張マガジンが一番大事っていうのは分かってるから、拡張マガジンで武器を選んだりしてる。でこれも2つ目と付随して3つ目なんですけど、戦闘中にアーマーと弾回復以外を漁る。アタッチメントとかね。例えばこういうとこで敵格殺して、味方が撃ち合ってるのに、こういうとこで、あ、美味しい美味しいっつって、こう、拡張マガジンの、金やら紫やらね、漁ったり、促進剤とか拾ってみたり、
そんなんは戦闘終わってからでいいから、今のこのエイペックスレジェンズって漁夫の利が死ぬほど来るわけで、まあ、次のキングスキャニオンとかあのマップが狭いから、もうはい来た、はい来た、敵来た、倒した、はい敵に漁夫られて死ぬみたいな感じ。レブナントとかもそうやん、ポンポン飛んでくるやん。そういうのがすごい多いから、もうすぐに一部隊を倒す方が大事なんよ。まあ、アーマー着替えたりするのは回復の時間をすごい省略できるから強いけど、まあ、弾ないんやったら弾拾っていい。優先順位としてはアーマー、弾、まあ、バッテリーぐらいかな。その3つぐらい以外は戦闘中にアーマーさらんでいい。あの1枚ダウン取れてて、このバナナにかっこよ、ごめんちょっとずれて、まあ投げもんぐらいかな。まあそれ以外は漁ってるやつはマジでダメ。注射器とかも後でいい。メディキもすごい時間かかるから後でいい。戦闘中にうまうま漁るのはやめましょう。その間に敵は倒せます。4つ目ですね、マップの味方の位置関係を見ない。このアーマーチとかバッテリーとか自分のアビリティのこのクールダウンとかウルトの状況とか、まあ、投げ物の有無とか、まあ、弾数とかはもう大体多分ね結構見えてきてると思うよ、この下側に映ってる情報でも。マップとキルログっていうのはマジでちゃんと見ないといけない。まあ、キルログはまあ最悪いいとして、一番前に立つ人でこう味方の位置を見ずに突っ込んで死ぬ人が多すぎる。まだ多い。めっちゃ気持ちはわかるよ、俺もそうやってる時あるけど。カジュアルとかね、ランクマッチとかね、味方がなんかもうあんな遠いとこに一人おってこっち二人だけやのに味方遅いとか言いながら戦ってる人ね、まあおると思うねんけど、さっきも言ったように漁夫が多いし、自分のマンパワーが高くてすぐ1枚ダウンさせててもそれでもイーブンやからね。でその間に自分のアーマーが、まあ、50、100削られてたら別にそれはイーブンじゃないから、ちゃんと味方と戦うっていうのは大事やから、マップの味方との位置関係っていうのはマジで必ず見るようにしよう。で1個ステップアップするなら、味方がこの位置におるから敵がここにおるんやったら、味方と同じ側からこうやって敵を撃つんじゃなくて、まあ、こういう障害物とか見つけてこっちからクロスを組んであげる。そういう動きまでできるようになるとマジであのすっごい上手くなるし、もう本当に初心者は全然卒業したって言えるから、これはマジで大事。まあ今言ってるのって結構なんか FPS の基礎のこと多いけど、マジ基礎ができるとマジでどんどん上手くなるからね。はい、まあ、こんな感じにしようかな。10個もあるし。で、これはね戦闘中の話やねんけど、5つ目ね、撃つ時にレレレ屈伸を超多用してる人。これぐらいのもう超近距離戦にやったら別にこうやって、まあ、ジャンプとかしながら、まあ、プロとかもようやってるやん、こうやって被弾を減らすためにねやってるけど、こんな中距離でやってる人おらん？なんか癖ついてる人おらん？レレレ屈伸こんな、これさ絶対これぐらいの方がいいやん、当たるやん。今のも見てくれたらわかると思うけど、こうやってレレレ屈伸すると下にこうエイムがずれるわけよ、屈伸するとね。それを常にこう指で合わせながらとかマウスで押さえながらっていうのはすごい難しいと思うから、うん、それをするぐらいやったらいいポジションから止まってると、これの方が圧倒的に強いから。こうやって今のただのレレレ打ちでもワンマガジンでこう倒したりするのに、こうやって、まあ、ミントマンとかもそうやけど、今度はレレレ屈伸とかしてたらヘッドショットなんか当たらんし、それをしてる間にもうちょっとダメージ与えれたよねとか、敵から2人から撃たれてこっちが先ダウンしちゃったとか、すごいよくある話やから。しかもさ、もう極めつけはさ、敵こう後ろで向いて走ってんのにこうやってなんか屈伸しながら撃ったりレレレしたりしながら撃つ人おるやん。ちょっとだけね自分を三人称で見てほしいねんけど、こういう時に絶対レレレとかいらんやん、屈伸とか真後ろ取れてんのに。こんなん俺立ち止まってこうやって狙うだけやん。そっちの方が絶対すぐ倒せるから、そこら辺はね状況に応じて打ち合い方を変えましょう。でレレレ屈伸にこだわりせなくて大丈夫。レレレ屈伸のためにボタン配置変えたって人もたくさんおると思うし、俺もその一人やけど、そこまで屈伸重要じゃないゲームやからね、このゲーム。はい、で6つ目ですね、まあ、どんどんテンポよくいきますよ。敵の前でリロード、敵の目の前でこう撃ち合ってて弾をちょっと外してもうて、こういう時これはマジで良くない。こうやってここでリロードしてる間に敵からもうフルマガジン分飛んでくるから、こうやってあと体力ちょっとやでもうすぐ帰ったらいいね。こうやって武器
武器変えるスピードの方が圧倒的に速いから、敵の前でなんかこうお見合いリロードもまあすごいわかるよ、気持ちはわかるけど、敵の目の前でお見合いリロードするのは絶対良くない、何のためのサブウェポンやねんってなるから、まあこれはね本当に初心者さんに多いけど、敵の目の前で弾打ち切ったなと思ったらもうすぐもう打ち切る前、残り5発とかの時にこうもうすぐ変える準備しといて変えてもいい。じゃあもしこう敵を倒した後のリロードもすごい早いし、継戦能力も全然変わってくるからね、被弾の量も全然違うから、敵の目の前でのお見合いリロードはやめましょう。はい、7つ目ですね。もうあと3つになりましたけども、1キャラ戦、まあ僕が言うのはちょっとだけブーメランかもしらんけど、まあブーメランやな、このキャラしか使わんみたいな。ある程度上手くなってランクとかをみんなで固定で回すようになったら話は違うよ。上手くなったり、まあカジュアルでもせやけど、俺はまあ、PS4 でレイス日本で一番キルしてたから、あんまりその前ブーメランやなって思う人もおるかもしれんけど、まあでも PS4 では俺全キャラ爪ダブ取るぐらいにはやったからね。例えばさ、俺はこんだけレイスをめちゃめちゃ昔使ってたから、敵のレイスがどんな動きするかっていうのは、で今やったらホライゾン使ってるから、敵にホライゾンおった時に、あこういう時にウルト投げてくるから用心しななとか、敵ウルト投げてきたからもうすぐアビリティ使って空中に逃げようとかっていうのはもう分かるわけん、まあ、例えばそれがさブラッドハウンド、まあ、初心者やったらよく使うと思うけど、敵からスキャンしま来ました、じゃあ4秒間は敵が映っていて、まあ、大体20秒間ぐらいもう次のスキャンは来ません。ウルトが敵のブラッドハンドが使ってたらすごい高スパンでスキャン来るとかっていうのは、それ自分で使ってみた方がさ明らかに分かる話やん。こうやってパスファインダーもさ、俺ももう全く使ってないけど、グラップル使いました、じゃあ20秒間ぐらいはグラップル使えないやん。じゃあ味方と一緒にこのパスファインダーグラップル使ったから、パスファインダー今逃げる手段ないですと、じゃあフォーカスしましょうっていう話、まあ隙がない、まあオクタンとかもおるけど他にはないやろな、視野とか、まあスキャンキャラとか特にね本当に使っとくとすごいいいと思う。あとはガス、コースティックも今流行ってて、このガス持てる数は3つまでで、こうやってこれ3つ投げないとわからんねんけど、20秒間ぐらいでガス1個溜まるんよ。だから敵がこうガスを投げてきた時にすぐ壊すことができれば、その次のガスが飛んでくるのは予想できるわけん。そういうのもさ自分で使ってみないとあんま分からんのよね。分かるかな。だから敵のキャラの弱点とか、こうされたら嫌やなっていうのを自分が使うことによって自分で実体験として分かるんよ。だからマジでいろんなキャラ使った方がいい。最初は初心者ならほんまになおさら、最初は、まあ、ブラハとかで慣れてきて、まあ、上手くなるためにね。でさ、上手い人ってさ大体ドームファイトめちゃめちゃ上手いやん。わかる？プロの人とかもドームファイトもキレッキレやん。大体それはもうジブを使ってドームファイトの仕方、こうやって一瞬ピークすれば自分はほぼ被弾せずに食らう、いけるよとか、こうやってしゃがんだら、これはちょっと知らん人多いと思うけど、ドームの前側から出るときにこう打ってすぐしゃがむと先にこうドームの中に戻れるんよね。だからこうなんかドーム越しの戦いのときとかしゃがみとかを対応してくる人もおるねんけど、そういう情報って自分でやってみたりしないとわからんからさ、ドームのこのクールダウンとかね、ウルトの溜まるスピードもさ各キャラ全然違うわけやから、そういうのはいろんなキャラ使ってカジュアル回して覚えよう。はい、で5つ目ね、5つ目ちょっとまあ戦闘面の話に戻るけど、とりあえず漁夫はやめよう。周囲に何部隊おるかっていうのは、まあ、クリプトしかまあ正確にはわからんけど、例えばここで敵がやり合ってますと、で今右上にキルログで誰々ダウンした、あカービンでダウンしてる、あいつ売ってるのカービンや、あじゃああいつやなみたいな感じでこうやって漁夫に行くのはいいけど、自分たち以外にそれを漁夫待ちしてる敵はいないのかとか、そういう視点は絶対持った方がいいと思う。でそのさキルログ見ずにさ銃声だけ聞いてとつってる人も多分おるわけやん。だから何ステップか踏んで漁夫ろう。マジでこのエイペックスで、まあ、爪痕とかさたくさんキルを狙うとしたら、その漁夫のタイミングがめちゃめちゃ重要で、こっからある程度その周囲からね漁夫の部隊を観察してる部隊がここにもったりここにもったり、
はたまたその室内にもう一部とあるかもしれない。だそういう情報をしっかり得てから雪を降りましょう。まあ、それでも全然間に合うと思うし、上手い人やったら大体やってると思うけど、キルログを見てどっちの部隊が何人ダウンしてるんかまで、まあ、見れるとマジですごいいいねんけど、まあそれは右上の ID を匿名機能にしてたりするとまあ見やすいんやけどね。ジブラルタルが 2人ダウンしてたら右の部隊も左の部隊もジブラルタルがおらんってわけやん。そういう感じでしてもいいねんけど、まあ俺はやってないけどね。まあある程度自分の目とかスキャンとかでその敵の残存の感じとか周りにどれぐらいいそうかとかっていうのは見てないけど、とりあえず銃声聞こえた、目の前で戦ってるから漁夫ロっていうのはやめましょう。上手くなるためにはね、あの漁夫が上手いとマジであの数秒でどんどん戦闘が終わっていくから楽しいよ。はい、9つ目、ちょっと4つ目と似てるけど脳筋プレイですね。画面のそのさっきも言ったようにいろんなとこから情報を取れるから、例えばこれもちょっと違う話だけど、敵を見つけてからすぐ撃つのはほんまにやめた方がいい。まあ正面にこうやってすぐ敵が現れたらそれはもちろん撃たなあかんけど、敵の裏取れてる時とか敵の裏でこうここ登ってる敵がいましたと、そこでもうすぐ撃ったらもしかしたらここに敵おるかもしれんし、ここにもう一人おるかもしれんから、こう登ってる敵に対してそのまま撃つことによって自分の方が不利になるっていう状況めっちゃあるんよ。わかるかな。でもし撃つにしてもこういうとこちゃんと障害物に入ってから撃てば、もしこっちから撃たれてもこっちから撃たれてもしゃがめばいいやん、回復したらいいやん。結構やっぱ初心者さんに多いねんけど、なんかね見つけたらすぐ撃っちゃうよね。まあそのすごい気持ちはわかるし、あの先撃ちするっていうのはめちゃめちゃ大事ですごいいいことやねんけど、自分の状況とか立ち位置によってはそれが自分が不利になるっていうのが分かっといた方がいいと思う。俺やったらそこに敵を撃ったらこっち側から回り込んで、まあここでもし、まあ、チャージタワーしてるんやったらあの足を消して行ってこう殺すし、もしそのままこうやって走ってってんやったら、例えばそこのまあ先あるとするやん。じゃあこの上にこうやって登ってでこうやって撃つかな。じゃあめちゃめちゃ有利に撃ち合えるやん。敵からしたらこっち側の奥にまあ、 あの障害物ないかもしれんし、自分たち高台取れてるし、もしこうやって撃ってて敵が逃げた先に敵があの追ってやり合い出したらそれ魚振ったらいいしみたいな。でさ、まあその初心者さんであればあるほどさやけどさ、自分がこう敵をワンマガジンで倒せる距離、ワンマガジンで倒せるまたは130アーマー以上ね引きずる距離ってさ、最初のうちはすごい近いと思うよ。これぐらいの距離やったらあの敵ワンマガジンで倒せますとか、で慣れてきたらこれぐらいの距離だなら敵倒せますとか、まあ、上手い人やったらまあこれぐらいの距離でもあのめっちゃ削れますって人もおると思うよ。まあでもそれはほんまにあのエイペックスやりまくってどんどんそのリコイルとかエイムの精度を極めていかないと難しいから、例えばこう今みたいにさっきみたいに裏取ってても全然敵に近づいてから倒せばいいからさ、そんなこんなとこにおんのに急に撃たんでいいから、まあ、それかもう味方と一緒に撃つ、この距離で敵に50しか撃てんくても味方3人で撃てば150削れるやん、まあ、自分と同じ能力の人やったらね。だからそういうのはちゃんとそのノラとかやったら特にピンとか刺して、まあ VC やったらこれこのピンのやつ3人で狙うよっつって撃つ、そうすることができれば、まあ、チーム力とかっていうのも高まってくると思います。フォーカスとかもね、ランクマッチとかやるようになったらすごい大事やから、ランクマッチって自分と同じようなさあの上手さの人がたくさん周りにいて、まあ、もう2年も経ってるから自分より上手い人も混ざってるかもしれんから、まあ、そういう時に、まあ、どうやってそういう人らを倒していくかっていうと、まあ、チームとの連携やね、まあ、そういうのが大事になってくるから今のうちから押さえていきましょう。はい、10個目ですね。もう本当にここまで長々と見てくれてすごいありがたいんですけど、10個目、まあちょっとね、なんていうの、今のこの心の爪まですごい座学チックになって、まあみんな勝ちたいとか上手くなりたいから見に来ると思うんだけど、まあ、ゲームなんで勝ちにこだわりすぎるのはマジで良くない。ランクマッチとかやるようになると今日もうなんか開幕からいきなりマイナス100ポイントでもう3連敗もしてるしやめようかなみたいな、まあすごいわかるけど、まあ、そういう時も負けてもまた上げればいいやんみたいな精神で最初からボンバン連勝とかすることはできひんと思うし、カジュアルで何回も衝動落ちして萎えるのはわかるけど、楽しむことはねほんまに忘れん方がいいと思う。俺も最初そうやったけど、そのゲームに対してすごい熱意を持って夢中になってやりまくるからこそ、まあ、続くわけやん。
あとはまあこの人とやったら楽しいとかね、まあ、その、まあ、勝てるようになったら楽しいだろうなって思って多分こうやって見に来てくれる人とかもたくさんおると思うんだけど、マジで楽しむのが、まあ、ゲームの醍醐味なんで、まあ、10個目は、まあ、ちょっとプレイとは違うけど楽しもう、一番楽しむ段もん勝ちなんで、俺もマジであの、まあ、さっきも言ったけど Apex 日本で多分まあ、ほんまに指折りぐらいめちゃめちゃやってるから、プレイ時間何千時間かな ?PS4 と合わせたらマジで5、6千時間やってんちゃうかな。まあ、そんだけ夢中になればそれは上手くなるよってね。そう、そんなもんなんですよ。だから、マジで楽しむことは忘れずにね。まあ、こうやって、勉強しに来てくれるのはね、すごいありがたいから、まあ、バランス自分にプレッシャーとかをね、与えすぎないように、楽しみながらね、Apex をプレイしましょうということでね、すごい長くなりましたが、ここまで見てくれて本当にありがとうございました。まあ今回の動画もリクエストから見てちょっとやろうかなと思って撮ってるんで、たくさんコメントとかしてくれたり、なんかリクエストとかくれたら、まあそれを元にまた動画を撮ろうと思うので、よかったらね、チャンネル登録もしてくれたら、通知マークとかもつけてくれたらね、その日すぐタイムリーでね、動画、見れるんで、まあ、リクエストとかがね、まあ、結構な確率で通ると思うから、なんかこの10個の質問とかの中にも何個か組み込んだり、だから1個の質問の中に、まあ、3人の人の質問内容を組み込んだりして、まあ、頑張って下の携帯見ながらチラチラ見ながらやってるから、よかったらねたくさんコメントしてくれるとすっごいモチベーション上がるんでお願いします。普段のね配信とかも、まあ、YouTube でやってる時もあればミルダムとかでやってる時もあるけど、マジでコメントねいっぱいもらえるとマジでねすごい嬉しいから、よかったらお願いします。長々とご視聴ありがとうございました。またよかったら見に来てください。お疲れ様です。ありがとう。バイバイ。